他のプレイヤーのかっこいいペットを見て、材料をなかなか集められない自分に引け目を感じたことはありませんか？そんな方のために、ペットを進化させるための3つのステップをお伝えします。まずは家レベルを18に上げましょう。ペットの進化には進化炭が必要で、進化2の合成には新脳カナエを使います。新脳カナエを解放するには家レベルが13になっている必要があるので、忘れずに家レベルを上げてください。次に、進化2の材料を集めましょう。一般的な材料は競売所で購入するのがおすすめです。手間がかからないからです。予算が足りなくなったら、フレンドを誘って、招待を組みましょう。手分けして怪物を倒すことで、材料集めの効率が上がります。最後は V の飲み込みです。飲み込みたい移住を探すのは非常に面倒ですが、地図の移住フィルター機能を使えば簡単にできます。地図を開いて、左下のフィルターをタップして、動物の中から必要な移住を探します。材料集めが面倒だという方は、商店から直接入手できますので、そちらもご活用ください。